こう親に感謝を伝えることがあまりできなかったなと感じていて、こう一人暮らしを改めてして親のありがたみや家族とのこう関係性っていうのに気づくことができました。新入社員研修では兵庫県姫路市にあるノア姫路校にてレッスンに必要な球出し技術練習やヒッティング、社会人に必要なビジネスマナーについて研修しました。期間は4月から約1ヶ月間行いました。と僕はソフトテニスを中心に小学生からテニスを始めました。ただこうお客様に対しての球出しやヒッティングに対してはまだまだこう実力不足を痛感していましたので、1ヶ月の研修を経てこう自分なりにこう球出しや技術向上を、うまく研修で学べたと思います。新入社員研修の間は他の同期とルームシェアをして生活をするのですが、ルームシェアをする中でお互いに助け合ったりだとか励まし合ったりだとか、そういう精神的な面でも成長することができました。お風呂場やトイレ、水場などこう3人で共有をするので、こう自分のペースがこううまくつかめませんでした。配属後はこうレッスン業務が中心だったんですけれども、こう期間が経つにつれてイベントの運営だとか販促物の作成、ハンディング、ポスティングなどをこうも中心に行っていました。またソフトテニスの実業団としても活動しており、ソフトテニスコーチとしてもレッスンをしていました。ただこうコーチとしてではなく、自分もこう選手の一員として練習をしたり技術向上に励んでいます。新入社員研修がとても丁寧に進んだので、コーチ経験がない僕でも安心してレッスンに臨むことができました。一人暮らしは高校の時に寮生活をしていたので、家事だとかっていうのにはこうあまり違和感なく生活できたんですけれども、やっぱりこう関東と関西のギャップというか土地勘が全くないところにこう配属されたので、やっぱりこう生活する分でも不安なことがたくさんあったんですけれども、こう社員の方々とかアルバイトメンバーの方とこう休みの日はちょっとお出かけをしたり、こう不安な僕にこう寄り添ってくれる先輩社員がいたおかげで充実した生活を送ることができています。よく先輩社員とこう釣りに出かけることが多くて、最近では琵琶湖だとか釣りに行きました。いや、そういうわけではなく、ちょっとかじったぐらい でこう趣味何って聞かれた時に、何だったんだろうなって考えた時に釣りで出かけることがあったなと思ったんで、こう釣りに行くかなっていうのをお話ししたところ、よく琵琶湖のメンバーは釣りに行くということで連れてってもらって、バス釣りだとか海釣りだとかっていうのによく連れてっていただいてます。学生の時はこう部活動を中心に活動していたので、あまりこう一人暮らしでもなく実家から通ってたんですけれども、こう親に感謝を伝えることがあまりできなかったなと感じていて、こう一人暮らしを改めてして親のありがたみや家族とのこう関係性っていうのに気づくことができました。自分のこうやりたいこと、目標に向かってこう一生懸命活動することは絶対に後悔のないことだと思うので、こうやりたいことにまっすぐ向かっていけたらいいのかなというふうに思います。